はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。4日目ですね。元気ドリンクはね、溜まったのと、あとまあね、このアカウント、メインアカウントはね、不動明王を引けたので、はい、まあちょっと進んでいこうかなということで、元気ドリンクもね、溜まったので、3カウントね、課金攻略、ちょっと3日間ね、元気ドリンク貯めましたが、進めていこうかなと思ってます。で、一応ね、現在の進捗、そうだね、3日間の元気ドリンク、総決算というか、2個、まあ3日間お助けばっかりやってたんですけど、かなりね、やっぱり落ちたね。ということで、最後の、今回の元気ドリンクということで、9個ね、メインアカウントはドロップです。ちょっとまずはね、3アカ使った無課金攻略やってまして、ちょっと進捗ね、まず紹介したいと思います。幻突委員長29回で、ウィスパーね、5回だね。ちょっと、サブアカの方やってたからあれだったね。でも、こっから交換していっちゃいます。9個ドロップで、9個交換できるんでね。18個あれば、本番いけっかなということで、ちょっともう、いっちゃおうかなと思ってます。もうちょい貯めてからの方がいいかな。まあでもね、今回、今29回幻突委員長だけど、基本的にはね、お助けを優先して、お助けいないなと思ったら、まあ自分のを進めるみたいなね、そんな感じでやっていったのと、あとなるべくね、後も話すけど、自分のをね、倒してもらうっていうのに工夫していきましたね。ということで、まだあと2個交換できるんだけど、16個だね。7個交換で9個ドロップ。まあ3日間で9個ドロップなら悪くないんじゃないでしょうか。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、ちょっとウィスパーのね、7が出ちゃってるんですけど、これは2番目のアカウントで、現在ね、幻突委員長27回、まあ、ウィスパーが今ね、出やすいので、あ、6はね、クリアしました。漢方なしでね、クリアしました。あ、元気ドリンクか。で、このアカウントは2個しかドロップしてなかったんだけど、よかったよ、1個、2個、いやー、ほんと、3個でしょ。いや、フレンドさんのおかげですね。あ、それでも3個か。このアカウントは落ちねえんだな。メインアカウントはめっちゃ落ちましたね。5個ですね。9個、5個。ドロップだね。メインが9、5個。そんで、もう交換していっちゃいます。ちょっとな、もうちょい落ちたかったな。まあ、これは特攻まだ持ってないので、慌てずに行きたいなと思います。まあでもね、落ちない落ちないって言っても、一応3日目は落ちたので、いいかな。まああとは次、明日ね。多分エンマの超アップだよね、きっと。それが楽しみですね。そう、そんなもんかな。一応、7個ね、交換できました。まだあとさっきも同じように33と39があるんで、あと2回交換できますね。このコマさん、強くないよな、きっと。はい、というわけで、元気ドリンクね、12個になりました。5個ドロップ、7個交換になってます。で、27の6回ですね。メインより進んじゃったね。まあでも一応 Y ポイント4500近くあるんで、ガシャもね、回せる感じですね。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、これもね、ウィスパーが出ちゃってるんですけど、すごいね、このキモいっぷりが、ケイタよく笑ってられんなっていう、ね、はい、というのがありますけど、これ3番目のアカウントでね、幻突委員長26回、ウィスパー6回なら、そうなんだよね、サブアカの方が先に行っちゃったな。で、元気ドリンクはね、脅威の11個ドロップになってます。
なぜかね、このアカウントは落ちた。まあでもね、日曜日はやっぱりやってる人が多いから落ちましたね。うん、あ、メインアカウントが一番落ちたんだな今回は。という感じで13個なので、さあ交換していっちゃいましょう。13個ドロップ、9個5個13個何個ですか9と5で14、14と13、27個ドロップだね。うん、30個、3日間で30個はいかなかったけど、まあまあ、上出来でしょう。1日9個。まあちょっとね、4日目に落ちた分もあるんで、単純にはそうじゃないけど、うん、まあ、なるべく野菜中心の生活じゃなくて、お助け中心の生活をしてね、こんな感じになってます。まあ、この2番目とね、この3番目のアカウントはまだ特攻がないので、まあ、特攻が出るまではね、サポートに徹したいなと思ってます。まあ、結構ね、ウィスパー出やすいからみんなかなりもう進んでるよね。ちょっとこれは明日ガシャを引くためにちょっともうちょっと頑張んなきゃいけないですね。はい、ということで26、6回、そして20個いいね、大台いきましたね。はい、という感じです。繰り返しますが、9個5個13個ドロップで、このアカウント13個ドロップ、7個交換かな、うん、27個ドロップという感じでした。3日間お助け大作戦は27個でした。はい、メインアカウント戻ってきました。で、今回はね、やっぱりなんか倒してもらってドロップが多いかな。結構ありがたいね。でやっぱりあとはね、今後剣突院長のね、ヒットポイント高くなってくるので、やっぱりいつも言ってるね、自分の3アカウントを1人のね、フレンドさんと友達になってトリプルアタックでね、なるべく剣突院長をお助けした時にね、倒せるような感じでいくといいのかなと思います。ウィスパーは結構もうみんなね、6か7までだいたい行っちゃってて、早い人はもうね、終わってると思うんですけど、うん、まあ6、7ぐらいでね、特攻来たらやるみたいな、そんな感じになってるかな。うん、であとはただその分ね、結構ウィスパー出るけど、結構幻突院長ね、みんな進んでないので、幻突院長の助け頑張りたいなと思います。まあいつもね、なんか不思議なんだけど、なんかちょっとのヒットポイントでもね、倒しきってゲットしたり、あとはね、ヒットポイントあと残り100とか何百とかでも倒し、さっきも言ったけど倒しきってゲットすると割とね、ゲットできてんだよね。なんか不思議だけどね。でさっきも見せた通り、アカウントでね、ドロップが9個5個13個って差があるので、まあなんていうんですかね、ドロップしなくてもなんか気落ちせずにやってれば落ちるっていう風に、ね、思えばいいのかなと思います。まあなんかね、うん、同じだけお助けしてんのにね、変だけどね、9個5個13個ってほんと違うもんね。まあただとにかくひたすらね、まあ一応半分以上、下町しんくんが言ってるように半分以上だとご褒美増えるって書いてあるけど、そんなに気にせずにね、とにかくお助けして倒すっていうのをね、ひたすらやって、あと自分のをね、倒してもらう。で倒してもらうのにヒットポイントもね、もうあと一発なんか2000ぐらい残してそれで倒してもらうっていうのもね、あれだと思うので、自分でちょりっと削って、あとはね、さらしといて倒してもらうっていうのも良いのかなと個人的には思ってます。あとね、いつも言ってるけど、いろんな人、本当にね、あ、この人あんま助けてねえなっていう人を助けるというよ、意外にポコッとね落ちたりするので、はい、同じ人ばっかりじゃなくていろんな人をね助けると、なんかいい傾向にあるなとは感じております。はい、という感じで3日間頑張りました。じゃあね、一応ね、不動明を持ってるので、だいたい火力5、6万かな、技レベル4でね、もうちょい上げた方がいいかな。で7がね36万だから、まあトリプルアタックね、サバカもやるので、まあ5個かな、36万だから、あ、5、6発、まあね、最初の1発はフルパワーだから6発だ、5個6発
5個、次が59万だけど、ほとんど60万だから、10発だから9個、いやだ、じゃあ10発10個ぐらいか、5個10個って考えると結構足りないね。ダメだね、もうちょっと貯めないとダメだな、無課金は。はい、ダメだね。特攻も増やすし、技レベルも上げた方がいいのかな。で最後レベル9が69万だから、まあ70万として5万だったら14発か、ああ13個必要だから結構足りないね。なんでごめん、とりあえず7はやっちゃって、あとは普段ちょっとお助けも頑張りながらって感じなのかな。はい、なんか意外にあれだね、意外じゃねえか。うん、もうちょっと不動明を強くしてやった方がいいのかな。あっそう、今回10レベル10までないから余裕ぶっこいてたけど、意外にあれだな。まあでももうちょい火力か、でもあんまこの不動明を強くしたくないんだよね、多分使わないから。なのでね、困っちゃったな。あー意外に、あでもつながりやすいとかがやっぱりいいのか。まあいいや、はい、ちょっと意外じゃねえな、まだ Y ポイント、ちょっと Y ポイントじゃない、元気ドリンク足りなさそうなので、7はやるけど、ちょっと8、9はねもうちょい考えなきゃダメだなっていうのが、あそう大変だね。まあそれはこんなに早くゲットできちゃいけないか。はい、なんでちょっともうちょっとお助け頑張りたいと思う。まあ不動明もいるんでね、あのまあ1体しかいませんが、フレンドさんのお助けもね、ちょろちょろっと頑張りたいなと思います。あっそう、とりあえずそれで7はやって、明日になったらねこのエンマの多分超アップが来ると思うので、うん、それでさらにおはじきがね、どっかのアカウントでサーカーで1個でも引っかかってくれれば、はい、ちょっと嬉しいね。うん、なんでそんな感じで頑張っていこうかなと思います。あ、そっか、結構あれだな。はい、そんなもんか。サポーカーは特攻なしなんで、そうだな、火力2万ずつぐらいかな、フルパワーね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じで、とりあえずね、割と元気ドリンクね、最高ではないけど割と落ちたので、はい、まあ日曜日だしね、お助けやる人が多いのでお助け頑張るかな。はい、そしてそうだ、これだ、7クリアしたらね G コイン回せるので、この G コインね、まずは楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、そう、これ本当楽しみだな。いやー、マジで楽しみですね。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。うん。クロックレディ欲しいな。クロックレディ種族効果アップだもんね。